続いては JSS RX7 です。まあ、この JSS という車はですね、まあ、名称がジャパンスーパースポーツセダンであって、富士スピードウェイのみで、とあと筑波サーキットですね、この2つのサーキットで行われているレースなんですね。で、まあ、通常のレースですとスカイライン、そしてまあシルビアも参戦するんですが、今回は現行の RX7、そのワンメイクで行われているわけです。まあ、レギュレーションでこれ面白いのはですね、ドレスアップしろというのは義務付けられてるんですね。しろっていうことですね、オーバーフェンダーをつけたりですね、まあ、前後スポイラーをつけると、まあ、しかしながら外観は派手なんですけれども、改造範囲、エンジンの方の改造範囲は狭くて、12A ロータリーを使ってるんですね。ですからパワーとしては260馬力程度、これにはまあおなじみの土屋圭一選手も今年から参加してるわけですね。まあ、このように路面が滑りやすくなりますとね、彼の得意とするレースなんですね。さあ、これがまあ意味を取っているドリキン土屋っていうんですかね。そうですね、見事なドリフトですね。これはまあぶっちぎりっていうか、まあ余裕でトップを走ってるということもあって、観客サービスってこともあるんですかね。まあ見せてくれますね。しかしこのレースの方も路面状況がかなり悪いためにスピン、コースアウトが続出しています。さすもう最終コーナーもドリフトで上がっていますね。ドリキン土屋の本領発揮。さあ手を振って、レースは土屋圭一選手が2戦連続の優勝となりました。